こんにちは、リノアちゃん。どうもメッセージありがとうございます。そして今回はですね、課題というよりもなんかすごいレポートを出していただきましてありがとうございます。8月のね、頭ぐらいにいかがですかね、ズームライブご一緒しませんか。で、告知期間もあるんで、そうですね、頭といっても6日とか7日とかあの辺がいいかと思いますけども、今回いただいたこのね、ペーパー、これプリントアウトしたものなんですけども、リノアちゃんがこうしっかりと書いてくださったこのペーパーを元に進めていこうと思いますんでね、プレゼントコーナーもあるんで、これはなかなかいいんじゃないですか。それから今までね、リノアちゃんのファンの方、それからまだね、リノアちゃんのこと知らない方もちょっとお知らせしたいなと思いますけども、このリノアちゃんっていうのはね、私の速稼塾っていうものの、もう一番最初の頃から一緒にビジネス取り組んでくださってる方でね、で、私の作った会社にもスタッフとして、協力してくださったりね、一時期はね、そのシェラトンのホテルの方にもちょっとご縁があって、シェラトンじゃなかったですかねシェラトンじゃなかったらすいません、シェラトンですよね、シェラトンのビルの方にもお邪魔しましたもんね。あの時の会場もリノアちゃんのおかげで、やっぱりこうゲットすることができましたし、あとね、なんといっても私のその速稼塾の命運をかけた例のね、マスターマインドという高額プログラムもリノアちゃんのおかげで12名中6名の販売がうまくいったということで、非常に私のビジネス的にもリノアちゃんの力は欠かせないものになっております。で、最近はやっぱり経営者のね、ビジネスマンの心理を扱う仕事にもかなり引っ張りだこみたいで、忙しいなっていう中、こういったライブ放送に来てくださるということで非常に嬉しく思っております。それではね、ちょっと日程の調整に入って告知をして、そして当日に挑むということになりますので、8月の上旬、6、7、8、9、あのあたりでリノアちゃんのこの時間がいいんだけどなーっていう日がありましたらお願いします。あ、時間じゃなくて日程ですね。時間はすいませんけども、21時からでいかがでしょうか。で、もしね、あの日程がちょっとね、立て込んでるってことでしたら、8月の20日以降の火曜日、金曜日のいずれかで、ね、日中でも OK です。大和くんがスクールの方に行ってる時間ですからね。ということで、大まかな私の予定はお知らせしましたんで、あとリノアちゃんとね、すり合わせていきたいと思います。非常に楽しみですね。もうぜひね、速稼塾の最近、ここ1年ぐらいで速稼塾に入られた方にも、リノアちゃんのことを知っていただきたいなと思いますので、いいチャンスになると思いますから、ぜひね、頑張って楽しんでいきましょう。それでは以上です。ありがとうございます。